マッカナイの志田職人。今回はじゃん、私の黒いウェアと同じ黒いヘッド、ここがゴールド、プロギアが6月25日に出す新しいモデル LS。 これね、なかなかシンプルな名前なんですけれど、今回私が打つのはドライバーとフェアウェイウッドとユーティリティで、アイアンも出てまして、今回のこの LS のコンセプトの一つが、まあ今クラブっていうのはパーツパーツ、それぞれ別々で買うっていうのは多くなってますけれど、コンセプトとして、ドライバーからウェッジまでトータルで設計をしたクラブであると。でその中でもやはりね、トータルで買うといっても私もそうですし皆さんもそうだと思いますが、ドライバーがどうなのかと、ドライバーの性能がやっぱりね良ければまあ他のクラブも行こうかとなりますんで、最初はこのドライバー打ちたいと思います。でね、まず僕が見てやはりあのプロギアらしいというか、あ、いいなと思ったのは何もない。まあ今はね、調整機能とかまあいろいろできる、弾道調整とかできる、もちろんそれはそれでありなんですけれど、この何もないというのはこれまたメリットがありまして、やはり余計なものがないということは作りがシンプルになる、逆に言えば設計がよほど自信がないと作れない。でもうこれを打っていただいて自分でね、まあ、調整する楽しみが欲しい人はまた別ですけれど、やはり自分で打ちやすいクラブもうメーカーさん出してよという方には僕は非常にいいと思いますし、まあ、実際問題調整機能がついてるクラブをこうきちっと調整している人はじゃあ一体どれぐらいいるのかっていうのもまたね、ここは一つ皆さんも考えていただきたいと思うんですよ。でね、今回この LS なかなか名前がねこうシンプルですけれど、やはりこのロゴには意味がありまして、 L はランチ、ランチでよかったんだっけ、ちゃんと今日はねメーカーさんに、いや高さをちゃんとこう弾道の高さを出す、でスピン、 S はスピン、ロースピンっていう意味なのかなと、今ねちょっと違うなみたいなこう反応もありましたけど、高さを出してなおかつスピンを少なくする、まあいわゆる飛距離に最適な弾道が打ちやすいドライバーで、フェースにはここにちょっとね字が小さいんですけれど、ミルドのフェース、非常に凝ってます。でシャフトがなんとですね、これはねゴールドでスピーダー、もうね今やフジクラだけではなくてシャフトの、ま、代名詞と言ってもいいぐらい非常にこう人気のあるシャフトが装着されております。で持ってみてね、まず感じたのが少し 45.5 から、まあ、46までいかないけれど少し長めになってます。でシャフトもこれは今 SR なんですけど割とこうしなりを感じる、まあ、僕らはよく言うんですけど、クラブを見れば、僕はほとんど資料を見ないんですけど、どういうゴルファーに打ってもらいたいんだろうなというのは、このクラブの長さとかシャフトの重さ、それからシャフトの硬さで分かるんですけれど、プロギアさんは今回キャリアゴルフ、キャリア、まあ、僕もその一人ですけれど、まあ、やはりゴルフのキャリアを長く積んだ方に使ってもらいたい、まあ逆に言えば初心者向きではない、だけどハードヒッターでもない、ゴルフを長くやってきてやはりこうクラブとして、まあ、シンプルだけれどもきちっと自分が求めるゴルフができる、まあ、ドライバーに関して言えば、飛距離ですよね、やはり飛距離が安定するのと、こう構えた時にあやっぱりこのクラブはなるほどねと分かったのが、若干ですけれどフェースの向きが少し左を向いてます。まあ極端ではないです、まあ、これだけではっきり分かるのが、構えた時に球はクラブが捕まえてあげましょう、もう皆さんは気持ちよく振るだけでいいんですよというのと、やはりシャフトのしなりを見てもこのスピーダーのこの一番ロゴの下の部分から先端側にかけての少ししなりが感じられる、これね弱く動かした方が、強く振るよりも少し弱くやった方がこのしなるポイントっていうのが見えてきます。なのでヘッドもシャフトももう球はクラブが捕まえますよ。でこの重心アングル
まあこれですね、僕よくやりますけど、これがこうまっすぐ下を向くのは捕まりづらいんですが、これもほっといてもこうこっちへこう行きたがる。まあかつてプロギアにはいろんな種類がありましたけれど、僕はもう昔からプロギアを使ってるんですけど、赤チタンという非常にこう飛距離に特化したモデルがあったんですけれど、何かそれにちょっと近い、匂いというかイメージがあります。まあいろいろ説明しましたけど、こう構えてみてヘッドスピード、そうですね、この SR だとワンクしゃがんでいけば40ぐらい、この40一番まあアマチュアの方で多いゾーンですね。ちょっと40を意識して最初まず何発か打ってみます。よっ、おー、やっぱ捕まるわ。おー、これで行ってきます。もうトラックマンというのは今やもう飛距離の代名詞で、だいたい女子プロの飛距離のベストデータとほぼ同じです。よくツアーに出てる選手とかでも240飛ぶとか言ってますけれど、だいたいトラックマンで200ヤードから210ヤードの間ぐらい、205ヤード以上飛ぶ選手はまあまあレギュラーな選手なんですよ。で、何よりすごいのはやっぱり球が捕まって打ち出しが高くて、まだ僕一発しか打ってません。スピンレートが低い、言うことないですよね。だから本当によくアマチュアの人が、女子のプロと、まあ、だいたいヘッドスピード40から41ぐらい、でもアマチュアが打つと220ぐらい、プロが打つと240っていうのは、やはりそれはね、こう弾道なんですよね。この打ち出しとスピンの関係が、まあ技術でもできますしクラブでもできる。これは一発打ってね、すごいですね、びっくりしました。もうね、この手段終了っていいぐらい、これ以上いいデータを2発目に打てというのは難しいんですけど、まあね、やっぱりね、一発で何が分かるんだというのもあるんで、もう一発いきますけど、スピード40ぐらいで、うん、いい感じ、安定してるね。捕まる、僕全く球を捕まえに行ってません。まあ僕はもちろんね、普段あんまり極端に捕まるグラブは使わないんです。まあ、すごく強いフックを打つ人にははっきり言います、どれだけ優れたクラブでも誰が打ってもまっすぐ飛ぶクラブは作れません。これはどちらかというと、球を捕まって左が嫌な人のクラブではない。いや、まっすぐ打てたり、ちょっと球を捕まえて距離を伸ばしたい、まあ、スライスを少し軽減させたい、まあ、完全なスライサー向けのクラブではありませんけれど、球の捕まりをもうクラブがやってくれる、シャフトがやってくれるっていう、もうすごいね、これ。あの振りで240ヤードですよ。皆さん見てますよね。僕ちなみにもうすぐ63歳ですから、まさにキャリアゴルファーなんですけど、まあ、僕普段ヘッドスピードが、そうですね、もう一発だけじゃあ40ぐらい、ちょっと遅めに40ぐらいで打ってみましょう。勝手にね、でもね、今40で振ってるんですけど、これシャフトでしょうね、ヘッドが走るんですよ。ちょっと軽く振りましょう。さらに、ほーなんだろうこれ、いい感じでね、やっぱりこれね、まあ、決してね、見てください、ちょっとかっこ悪いから言います、ちょっと芯より外れて当たってるんですよ、ここフェースのね、まあすごく外れてるわけじゃないんですけど、少し下目に当たってるんですよ、このミルドフェイス。まあね、これは見た目もね、かっこいいんですけど、やはりそのフェースのこう均一性が非常に出ますんで、すごいな、ちょっとフェースの上で打ったらどうなるんだろう、ちょっとやってみますね、よいしょ、弾きがいいですね、ヘッドスピードはまあ上げない、何打っても、ロボットよりいいデータじゃない、今うんって言ってるけど、今ね相当軽く振りましたよ、撫でるようにスイングしましたよ、ちょっと変な言い方ですけど、ですごいね、スピンレートがね、えいや、やっぱりね、
このソールね、なんかこうネジとかこう移動するものがついてる方がいいと思ってる方、もちろんそれはメリットあるんですけど、これつけないってね、メーカーさんだけじゃなくてショップさんでもそうですけど、これ勇気いりますよ。お前んとこないのかと。よっぽど自信があるんだ。僕はこれ見た時に、僕らやっぱりプロフェッショナルですから、クラブを見る、ゴルフのプロじゃないですよ、クラブを見るプロフェッショナルです。これを出してくるっていうのは、世に出してくるっていうのはよっぽど自信があるんだろうなっていうのがこの数値ではっきり出ました。じゃあ続いて、今回このね、ドライバーはね、まあ1本だからいいんですけど、このフェアウェイウッドと UTD がね、これもまたこうシンプルなんですけど、実はもう一つシンプルなやつがあります。なんとですね、あのゴルフパートナーさんをね、ひょっとしたら意識してるのかなと。ゴルフパートナーで僕はあのシダをしてますけど、フェアウェイウッドとかで UT とかでワンレングスにしてるんですね。なんとそのプロギアさんも長さが3番と5番で同じ。これはゴルフパートナーさんもびっくりでございますね。でも僕はこれ長さが一緒っていうのはやっぱり振りやすさにつながるんでいいと思います。でもう一つね、僕はあの普段3番ウッドっていうのが打つのが苦手なんですよ。で5番で行こうかなとね、本番前にも言ってたんですけど、もうメーカーの方からね、いやぜひ3番で行ってくれと。これ理由があるんです。これロフトがね、これもね日本の常識なんでしょうね。3番っていうのはロフト15度っていう風にこだわってたんですけれど、これは15度ではないんですよ。で僕なんかアメリカであの3の HL っていうのがあるんですね、ハイロンチって言って16度とか17度ぐらいで、でこれはプロギアさんの場合そういうハイロンチという言葉は使ってないんですけれど、ロフトは15度ではない、もう少し多いんですよね。16.5度、まさにその僕が普段使ってるハイロンチという日本ではあんまり売ってないんですけど、その打ち出しが高くなる。いや 16.5 あればそんなに気にならないですね。確かにアドレスしてもヘッドの大きさ、このヘッドの大きさは3番ウッドなんだけれど、ロフトは多いんですごくこう構えやすいですね。じゃあ行ってみます。おお、すごいな、これ大きいわ。あー、ちょっと軽い、クラブがちょっと軽かって僕の打ち方が軽すぎました。あ、でもまあまあまあいい感じですね。ちょっと薄かった。なるほどね、よしよし、よかった、よかった、軽いのね、いい感じ、音いいな。ゲーム飛ぶよこれ。すごいね、びっくりした。あのね、まあこれね、機械なんでね、皆さん機械の誤差っていうのもありますけれど、まあ人間にも誤差がありますけど、スマッシュファクターっていうのがミート率ってやつなんですよ。このフェースが薄いといくら反発を上げても、あの反発というのは上がりづらいんですね、フェースを薄くしても。でもこれは今本当に本当に芯に当たりました。多分フェアウェイウッドドライバーでも 1.49 っていうのはすっごいいいんですよ。今貯めましたけど、フェアウェイウッドで 1.49 で、まあ、3番ウッドで223ヤード、申し分ないですよね。で昔で言うと、僕はあのプロギアといえば僕も使ってましたし、某有名なツアープロが3番ウッドだけで日本オープンを制した時使ってたのがプロギアのエッグ。あまり言っちゃ怒られますね。スプーン作るのがね、飛ぶスプーンを作るのがうまいメーカーっていうのはもうプロギアも本当昔からそうなんですけど、この LS においてもやはりこのね、やっぱちょっとびっくりしたのが、ここはねやっぱりクラブのプロフェッショナルで言うと、ドライバーはここは本当にシンプルなんですけど、フェアウェイと見てください、ここにこのねスリット、これはねもう本当にあのプロギアさんだけではないんですけれど、やはりこのフェースが薄い、反発上がりづらい、あとフェースの下に当たった時には
このスリットっていうのは非常に効いてきます。やはりこれはいいものということでこれにも入っている。やるなプロギア、さすが。じゃあ続いてユーティリティいきましょうか。ユーティリティもこれもまたね、本当に2本今あるんですけれど、長さが同じ、これもねゴルフパートナーさんと同じで、はい、長さが同じでロフトを変えるということで、スイングがシンプルになる。非常にいいですね。じゃあこの4番いってみます。これもスリットが入ってます。よいしょ。ちょっとヘッド大きめですね。ユーティリティにすればどうだろう、フェースの幅がちょっとあってフェアウェイウッドにちょっと近い部分もありますね。いってみます。よいしょ。打ちやすいな。おお、いいな。もう一発いきます。あまりに打ちやすいんでもう一発いきたい。これはフェアウェイウッド、そしてドライバー同様藤倉のスピードアップ、非常にこう統一感があっていいですね。楽だわ。今なんかね相当フェースの下に当たりました。本当に見て、まあこの辺はすみません、ちょっとダフるの嫌なんですよ。いやちょっと僕にはちょっと軽めにできてるんで下目に当たったんですけど、下目に当たって200でこれね、下目に当たってね、スピンが3500っていうのはね、相当少ないです。ちょっと、ちゃんと真ん中で打ってみます。真ん中で打とうとするとね、ちょっとダフるんで、先に言い訳しておきます。ダフったらごめんなさい。ダフったらごめんなさい。はい、ちゃんと上目に当てました。これ、ダブルスピン。はい。これ、パーティー。今のはちゃんとスピンが減る打ち方をしました。よいしょ。まあまあ機械ですからダブルスピンだから多分2900かな、大体そんな感じですけど、ダブルスピンが出ました。よいしょ。あーごめんなさい、なんかトップした、軽い、もっとリリースしないと。まあそのままかかるかな。よいしょ。やってるな。いいでしょ。ちょっとダフったれよ。うん、いい感じ。おお、いい感じですね。今のでもちょっと下、あ、でもいいとこ当たってます。ここですね。これ当たりました。本当にね、これもスリットの効果もあるんですけど、この CNC ミルド、フェースがね非常に作りがいい。まあね、本当ユーティで200も飛んだら楽です。で何よりも、まあこれ僕は常々 Facebook とかにも書いてるんですけど、やっぱりただ飛ぶだけではゴルフにはならないんですよね。やっぱりクラブとしてのその全体のドライバー1本でプレーするわけでもないし、アイアンだけでプレーするわけでもない。でこの全体のつながり、今回はこのドライバーとフェアウェイウッドと UTT3 本打ちましたけど、もうヘッドからシャフトから、まあ、そしてグリップ、本当に統一感がある。でゴルフって本当そうですよね。バッグの中にいろんなメーカーのクラブが入って、もちろんそれはそれでいいんですけれど、やはりいざプレーをするときにつながりが今こうやって置いてるんですけど、どのクラブを持っても同じフィーリングで打てる。こういうのなかなかね、メーカーの方もやってそうで、最近のメーカーは僕が知ってる限りはあんまりそれを強く言ってるところは、最近聞いたことは僕の耳には入ってこないです。でも今回のこのプロウェアの LS シリーズ、本当にこれはね、まあなかなかね安いものではありませんけれど、やはりドライバーが気に入ったら、まあ、ドライバーはね、さっき言ったように捕まって低スピンで、まあ、本当にこう
キャリアゴルファー、ベテランゴルファーですね、非常に扱いやすく仕上がっている。で、気に入ったらできたら、まあ僕は別にプロギアのセールスでも何でもありませんけれど、良さが分かるのはフェアウェイウッド、そしてユーティリティ、これをきちっと揃えていただければ皆さんのゴルフがガラッと変わるでしょう。